2003年のオリックスブルーウェーブでは、2003年のオリックスブルーウェーブにおける動向をまとめる。この年のオリックスブルーウェーブは、石毛博則監督の2年目のシーズンである。石毛監督2年目のチームは、打撃陣の手こ入れとして、ロッテなど3球団で活躍したレオンリーを、打撃コーチに招兵。またかつての守護神平井聖子を中日に放出して、山崎武史を獲得。 また外国人も、ホセオーティズや、ルーズベルト・ブラウンが加入し、大リーグから吉井正人が6年ぶりに、日本球界に復帰するなどの戦力強化を行った、ことからチームは4年ぶりの A クラス入りも期待された。しかし、開幕1ヶ月で、石毛監督が解任され、レオン打撃コーチが監督に就任すると、投手陣崩壊の責任を取らされて、中尾高義ヘッドコーチが解任され、 球団 OB の加藤英二が、シーズン途中から2軍監督に就任するなど、ドタバタ劇が続いた。チームの打撃陣は174本塁打で、リーグ3位と好調だったが、守備形詞の影響から132失策と、エラーが急増し、またチーム防御率5.95と、投手陣も崩壊した。エースとして期待された、勇気や抑えとして考えられてた、大久保勝信。 山口和夫が怪我で一度も投げられなかったのが大きな誤算で、さらに左のエース角である金田正彦や愚、打つ明の度重なる怪我や復活を目指す川越、秀高の怪我もていたかった。また打線強化のために外国人や主参人制を取ったため、江戸ヤーナルを解雇したことも影響した。 新戦力の山崎は、まずまずの成績を残したが、吉井は投げるたびに越されるなど明暗が分かれる形となった。監督交代もチームのカンフル材にはならず、最終的に48勝88敗4分で2年連続の再開となり、レオン監督は責任を取り1年で辞任した。対戦成績では近鉄、日本ハムには13勝15敗と検討したが、 西武やロッテには6勝21敗1分と大きく負け越した。ありがとうございます。